楽を挟みつついろんなこうトークを混ぜつつ一つのコンテンツっていうかこう何ですかね、番組ではないですけど番組にはならないんですけど、はい、チャンネルをタスザデスマスクにチャンネルを合わせればタスザデスマスクのお話が、まあこう、ね、これはまあ手品ではないので意図して意図的な自分のこう、ね、練習能力だったりするどこのどんなアーティストなんだっていう感じがあるかもしれないんですけど、まあ東京都内にはそうですね、あの個人的なこう自分のこう経歴の中で東京都内にあの在住していた時期があったりする関東近辺にいた時期があるので、まあ、岡山県の誰かの知り合いを通した上でヒップホップっていうものに携わったわけでもなければ岡山県で津山市でこういうミュージックだったりヒップホップっていうものをやってたからこそ東京でもあのやろうかなっていうのでやってたかなって感じです。そうですね、まあ知ってる方もいるのかな、他のことわかんないんですけど、ね、あの誰かに似てるとか似てないっていうんであればあのその人とは違うかもしれないし、あのそうですね、そうですね、有名というよりはこう音楽を作る人としてヒップホップっていうものを作る楽曲を作る人としてこうなんていうんですかね、社会的なこの人にやったらできますよっていうものをこう実践してやっていければなって思ってます。そうですね、まあその中のこう好きや嫌いっていうのはあると思うんで皆様も同じではないかなと思います、まあ、どっかの現場で会えるかなって言ったら個人的に予定は未定な状況なので、はい、見てみたいなっていう人はブッキングしてください。よろしくお願いします。各地いろんな場所俺を見たことがあるかどうかがいるかもしれないんですけど、ね、僕がこう全てお話しするわけではないのでここにいましたかそこにいましたかっていうお話ではないので、そうですね、あのここにもいた来てたよここにも来てたよっていう人たちがいても普通にあの自然のことではないでしょうかって感じなんで、けどそこでヒップホップは行ってませんよとかここでヒップホップをやるためにね行ったわけではないですよっていう物事もあれば、ここにはヒップホップしに行ったけどできなかったんだっていう物事もあると思うんで、まあそういうのはまあね皆様の記憶でと記憶にこう重なるような物事になるんではないのかなって思います。そうですね、あんまりこうなんか誰かの紹介でじゃあこいつがいいからっていうのでこう俺は全面的に出てるわけじゃないんで、タスザデスマスクとしては音楽っていう意味では特にそうなんで、何か、まあ、そこまでちょっと僕もこうねこれがないとヒップホップじゃないよっていうようなこう硬い頭な時期もあったんですけど、そういう時期はもうとっくに通り越して、ね、いろんなことにこうリスペクトであったりこう、ね、あの共感であったりそれを尊重する主体性っていうか主軸ができているんで、まあそれレッドビーにはこういうことですっていう感じですね。まあ誰かこっから出したいっていう人がいるんであればね、それはこう自分のこう行動次第ではないのかなと思います。世の中を見る上で音楽的なビッグレーベルでこう契約をもとに収容されてる方々が社会的何かを施しを受けていないかっていう意味では受けてるわけですよねっていう話なんですね。大企業からこういろんなこう手続きのもと
全てが行われのそれらの物事はこう、ね、誰にも否定できないような形で行われるわけで、まあそういう意味ではまあいいですかね、自分たちこう社会的に地位があるかないかわからないような方々だってやたらとかいうことがこう全ては通らない世の中で、それは間違ってるんではないですかっていう物事を言えるのがヒップホップでもあったわけで、そういう社会的地位を得たからといってこうなんていうんですかね、世の中の社会的法律が変わるわけではないと思うんですけど、まあそういうのを考えたら、ね、自分たちのやりたいことって何ですか、自分たちの言わなきゃいけないこと、言いたいことっていうのをもっとみんなさんが考えて改める部分もあるのかなって思います。俺が俺に限らずいろんな関わりある愛ある方々もヒップホップやろうかなって頑張ってる方々もいれば、ヒップホップ何もできねえよっていう方々もいると思うし、はい、今はこれが一番最優先なんだっていう物事になっているし、いやもうそんなことしなくても僕たちが今度こういう生活があるからっていう方々もいると思うんで、あとはなんていうのかな、ね、やりたい人はやるし、やりたくない人はやんないんじゃないのっていう、そうですね、そういう意味ではなんていうのいいんじゃないみたいな、うん、まあけど有名になってるからって別にチェケこれには関係ないんです、はい、誰が有名だろう関係ないです、それはそこの話でしょう、うん、そういう方がたくさんおられます、はい、またまたこうそれを言う相手も考えるべきことないでしょうか、僕がこう僕に限らずいろいろな方がこう発言としてあなた僕よりすごいっていう物事であればいいんですけど、私の方があなたよりすごいって言ってその人のすごいことはたくさんある、僕もなんか音楽楽曲出す意味ではあのすごいでしょとは言うんですけど、それ以外は別に何ですかね、別に個人的にはすごいと思ってない、普通というのは何ですけどね、音楽楽曲私すごいでしょみたいな、みんなに出せるかこの野郎みたいなね、そんなテンションでやっております。で、なんだって言うんだろう、このぐらいで終わっちゃったねって言われないようにこうコンスタントに自分のこうできればなって思います。こうやってパッとすれば出てくるよ、ネクシェって言ったら俺のネクストシットが、はい、俺の果てのシットがあるんです、それができるからこそ言えることもある、こういうことやるから協力してくださいと思う部分もあるんですけど、ね、協力っていう意味ではするだけで協力して終わるのか、ラップするだけで協力して終わるのか、